お前は誰だ。俺はどうしてここに来た。あいつに会うために来た。助けるために来た。生きていて欲しかった。誰だ、誰に会いに来た。大事な人、忘れたくない人、忘れちゃダメな人。名前は。まだこの世界は僕を飼い慣らしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。滝くん、互いを砂時計。大丈夫、覚えてる。絶対に忘れない。キスをしようよ。滝くん、君の名前は。滝くん、場所で待ち合わせよう。あ、天使。ミツハ、お前今までどこに。自転車壊しちゃって、ごめんやって。あ、誰が。私が。出来上がった世界を。後で全部説明してもらうでな。万華鏡の中で。落ちるんか、あれが。マジで落ちる。この目で見たの。ああ、見たってか。じゃあやるしかねえな。これで二人仲良く犯罪者や。私本当にやるの。街が停電したらすぐに非常用電源に切り替わるはずやから。したら放送機器も使えるで。ついに時は来た。昨日までは序章、そろそろかな。序章なもん適当や。飛ばし読みでいいから。こっからが僕だよ。経験と知識と今の何。旅の生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。放送を早く止めろ。発信元はまだ分からんのか。町長、
今高山の制作局から。ここだと。繰り返します。次の地域の人は今すぐ糸守高校まで。お前何しとるんや。すぐに消えなさい。は？さやち。やっべ。なんちゅうことしてくれたんや、ナトリ。目が覚めても忘れないようにさ、名前書いとこうぜ。愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる名前。君の全てをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。お父さん。三葉。姉ちゃん。お前は待て。で夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない、無償で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む、世界。